コスパかハイメか、ハイメはブレイクダウン2戦目。おーミストレート残り30秒、残り30秒ハイメ応戦できるか、ミドルを蹴った、そこから入っていく、ハイメ応戦、ハイメかそれともコスパ良太か、ここで終了のゴングでした。ただいまより判定に入ります。勝者コスパ良太、 The winner is right corner チーム朝倉未来の一人コスパ良太が見事勝ちました。昨日決まってのブレイキングダウンルール、ひろやか正宗か、見合って入っていった、みんなハイ、ひろや、みんなハイ、あとどうか、ダウン取られました、ひろやがダウン取られました、正宗が一つダウンを奪いました。飛びさ残り中残りを切る、飛びたい、ひろや5秒切った、顔面からかなり血が流れているのは正宗ですが、ここで終了のゴングになりました。判定に入ります。勝者マサムネ、 The winner is blue corner マサムネ、勝利したのはマサムネ選手でした。さあ向かっていく姿勢十分、始まった1分間。さあリクトさんはどんな展開を予想しますか。そうですね、まあ、おあと山川が取られた、膝をついた、足止まった、止めた、ブレイキングドリーム、ブレイキングドリーム、すごい強くなってる、これぞトルネード。分からない部分が多いんですけれども、はい、平石君をセコンドに置いているあたりちょっと強そうな感じしますよね。鍛えてきている可能性ありますね、はい、お尻をどのように生かすのかがちょっと見どころです、はいはい、右、今入りましたね、また右、おっとどうか、おー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 膝に出た、いいですね、そうですね、また右入ろうとしました、あ今入った、右入った、いや入った、あちょっと2つ見つ入っています。さあ右、さあここで1分間終了しました。勝者イータロー、勝ったのは5対0でイータローでした。結構あるんで、はい、強い選手なんで、さあ1分がスタートします。高脇か、左ハイ、はい、からいった、先とちょっと効いたんじゃないですかね。右フックも入った。60秒間でもう一度自らの人生を確かめる高脇。さきとか。高脇も入ってきた。さあどうしようか。ブレイキングダウンらしい攻防になった終盤でした。勝者さきと選手。The winner is blue corner さき。少年的を居続けたリング。共に空手の世界では世界を知る二人です。蹴りやった、この周りはどうか、選手の方がちゃんと当てるんですよね。あきっちり当ててますか、はい、ダメージは岩瀬選手の方があるのかな、はい、リクトさんいかがですか。あそうですね、あお今のダウンですか、あダウン取られてますね。右のフック、右ストレート、右ストレート、ここで勝者岩瀬選手、勝ったのは岩瀬でした。の世界です、ボクサー対決どちらが制するか、リクトさんはどんな展開を予想しますか。チーム対決かなと思ったんですけど、はい、坂田選手が坂田が入るけど、おお、ちょっと下がった、おっそんの前に出ました、インノーを狙っても左フック、右ストレート、おっそんの前に出た、あと15秒、これ落ちた、期待が下がるように坂田の顔面トライシーンがありました。楽しみの1分間でした。勝者ホッソー、さあママさんファイターか、それとも朝倉一門か。さあリクトさん、足技は次は得意ですね。そうですね、前蹴りが入る、お互いに距離が近くなるんで、今膝が打てたらまあ優勢に。セリアは少し足を痛めているか、母は強いですね。そうですね、ここで延長の分間の展開に行きました。勝者セリナフーダー、ママさんファイターがセリナを超えていきました。いやリクトさん気持ち、さあ激戦必至、打撃戦超インファイトご覧いただきましょう。これは打ち合い必須ですよ、これは、前を測る、どこで狙うか、ストレートヒヤッとします、右フックは日経君、その動きで田田さんがどこで攻めれるか、本当に本当に上手くなってるんですよね。あレベル上がってますか、ナイスペイント、右当たった、少しかす
ハイキック。残り5回もハイキック君です。赤がリテック何秒とかあるんですか。10秒です10秒ですね、はい。3回転戦が入っていった。少し変則的に痩せが入る。右のストレート、この距離がどうか。きた、飛び座、かなりトリッキーですね。捕まえに行く、足を取りに行った、はい、おお、投げた。まるでここは柔道の世界。そうそうそう、思うようにはさせてくれていないか。ポーランドの下、ここも投げるようにしていって、ここでタイムアップになりました。延長はありませんでした。やっていきます。右肩半月板損傷のあの大怪我から安井ヒューマがブレイキングダウンの舞台に戻ってきます。さあリング上で語り合う時間。距離が入った、声を出しながらバン中村が前に向かっていく。さあ2つ星が交わる。ダウン取られてません。ダウン今入りましたね。勝者ウルタージャンシー。 The winner is right corner ジャンシーウリータ。ノブハル君が勢いを超えれるか。さあ勢いよくいった。アブザさんダウン、右をもらったノブハラ、ブレイキングダウン。強いっすよね、ええ、あの状態でまたすぐ立ち向かうっていうことですよね。さあまるで朝倉らしく前哨戦のようです。西谷かそれとも横田か。さあ優子さんは横田というファイターの印象はいかがですか。いやもうとにかく、はい、切った。西谷が行く、選手って感じですね。テクニックありますよね、はい、さあ15秒切る。推進力は一切体制か。なかなか横田前に出ることができません。勝者西谷拓也。延長判定5対0で西谷体制が横田和則。さあその1分が始まります。かなり大きく打ってくるのは勇士。よく振る。ボディ効いたが米尾が倒れた。ダウン差、ブレイキングダウン初戦、米尾を粉砕して見せました。命名ルールで行われます。佐々木宏対川島、殴りに行った、取れた、振り下げた、た佐々木宏。かなりダメージありそうですね。あ、揺れています。足に来ていました佐々木宏。いやでも佐々木さんのこんな急なオファーで出てきてくれたことも本当すごい感謝でしかないです。この勇気。ここは仕掛けるしかありません。ジョリー VS 圭之介、もう1分待っていました。右のロー、インロー、来ましたかね。シェル今シーズン圭之介残り30秒。残り30秒。スピード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 。耐えられるか。蹴り合った。ブレイキングダウンセブンのセミファイナル。細かくセミファイナル最後の1分間。まもなく終了の時を迎えるか。まっすぐまっすぐまっすぐ。やった。ここで勝者ジョリー。ジョリーがキングオブアウトサイダー圭之介を打ち破っていきました。時空を超え、ワン過去か、ドワン間違いなく現実。ウケケブレイキングの初登場。ナイス。Yeah!
Oh,